顔は変やな。皆さんこんにちは。髪を久しぶりに切ったよ。T シャツ着たな。何これ。いやこれさっきねトニーをお風呂に入れてたんで、うん、こうなるんですよ。びっちょびちょやん。そうそう、お風呂入れるの大変ですからね。何これ、野良犬？野良犬ちゃう。狂犬病持っとんじゃん。こいつおい、ぴったな。これね、生活感ということで。だるんだるんやん。着替えるのもちょっとめんどくさかったんで、このまま行かせていただきますけど、髪を切りました。はいはい、だいぶ長くなってたんですよ。はい、動画見てた人はね、結構コメントとかでもさ、生放送とかでも、うん、リオナリ君髪伸びたねみたいな、うん、だいぶ伸びてたと思うんですけど、うん、この度切りまして。はいはい、いやちょっと待って、この画角キモいな。何が、さ、普通さ、何、いやちょっと待って、首からさ、上を映さないでって言うからさ、肩から映してんだけど、めっちゃ怖いんやけど。なんで、あのさ、モザイク入れんのめんどくさいからってさ、こういう指示やめてよ。え、なんかヤバい人みたい。ヤバいチャンネルやわこれ。ヤバくないだろ別に。いやいや、普通でしょ。うつモザイク入れるやろ顔に。 T シャツがダルダルだからな。いやそうじゃなくて、もうなんか首ないんやけど。いやいや、まあまあいいですよ。髪切りましたよ。はいはいはい、はい、やっぱ僕ら日常をさ切り出してるさチャンネルですから、はい、こういきなり髪切ってさ、うん、こう他のことやってたらさ、うん、あれ髪切ったんだってなるじゃん。もう髪切った報告動画でしようと思ってさ。うん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 、切ってきたよ。うん、切ってきたね。報告したい。うん、報告してください。はい、はい、パーマを当てまして、はい、いい感じにしてもらいました。はい、じゃあもう早速見せましょうか。はい、僕の新しい髪型、はい、こちらです。バーン、バーン。何、売れない芸人。どうしちゃったんだそれは。いやいやいや、いや待って待って、いやいや、どうしたんだよ。何が、いやいや、いいじゃん、いい感じにパーマかかったじゃん。いや、かかりすぎじゃない今回。いやいや、ゆるい感じで染まったんですよ。いや、ゆるくないよ、きっつきつやん。いや、きつくない、もっとくるくるになるじゃん。だってそれこそラーメン大好き小池さんぐらいになるじゃん。いや、あれはぐるぐるやけど。いや、でも今までさ何回かパーマかけてきたけど、今までの方がゆるくてよかった。え、私はもともとストレートが好きやから、パーマは大反対勢なんですけど。でも証拠にもなく毎回毎回パーマをかけてきやがるから、まあまあまあ、おしゃれなんかなと思ったけど、今回はえ、あのね、正面はまだマシじゃないけど、後ろがちょっと、え、ちょ、後ろが、後ろちょっと、いい、うん、まあ、横ね、ここね、うん、これ横、うん、もくもゆき怪しい、これ、後ろ、もう、どんぐり。どんぐりやんな。どんぐりじゃねえよ。どんぐりだとしてもかっこいいどんぐり。え、こういう変、かっこいいどんぐり。そんなジャンルないわ。え、そんな変。いや、俺はね、パーマ好きなんだよ。うん、さきちゃんパーマ嫌いって言ってたけども、うん、俺はもともとめっちゃ直毛なの。うん、もうサラサラすぎて、うん、セットとかめっちゃ大変なの。うん、もうすぐペターンってなるし、ワックスとかつけても、うん、もう常になんかペターンっつって、うん、カエルじゃなくてカッパみたいな感じになるんですよ。うん、なるんですよ。だからパーマを初めて当てた時に感動したの。うーん、すげえ。なんかセットとかすげえ、しかもなんかワックスとかつけも、しかもワックスとかつけてもすげえなんか楽なの。もうパッと、もうピックリッピシッピシッポンみたいな、スパッてできちゃう。これもだってちょっとワックスつけてますけど、あ、つけてるやん、それ。ちょっとピッピッピシッピシッピッみたいな、どんぐり完成。へえっつって、どんぐりじゃねえ。いや、だからいいの。なんかな、前髪がパッツンで揃ってるみたいな感じやし。いや、まあパッツンっていうか、こうちょっと重ためにしてくださいみたいな前髪。あ、そうや、重いねよな。うん、まあ一応そこはさきちゃんの気持ちを汲んだんですよ。うん、さきちゃんが前髪は長い方がいいって言ってたじゃない。うん、眉毛にかかってるぐらいの時が一番いいって言ってたから。あ、そうやね。うん、だから美容院さんに、うん、こうさっぱりしますか、夏だからって言われて、うんうんうん、あ、ちょっと妻が前髪重ためが好きなんで、うん、ちょっと重ためでお願いします。妻がって言った、はい、のろけって。いやいやいや、偉いのろけ。いや、でも
なさってるんですか?」って言われて、はい、あ、そうなんですねって、あ、子供も言います、え、あ、そうなんですかって、ね、盛り上がらんな何そのテンプレ、それあ続け話、意外でしたかねみたいな、ああでも結構若い服装に見えるんでね、あ、そうっすね、盛り上がる、まあ、こんな感じですよ、俺 BY になっていつも向こうも頑張れ広げの下手なんで俺それで重ためにしてもらって、なんやろな、なんかがおかしいな、何かが、いやいや、でもえ、そんなに変、俺なんか俺もね、最初ちょっと思ったのよ、うん、パーマかけた時にあのお店出る時、うん、ちょっとなんか今回ミスったかもなみたいな、うん、思ったわけ、うん、俺美容院毎回変えてて、あ、そう、ちょっとなんかガチャガチャ要素を楽しみたくて毎回変えてるんですよ、はいはいはい、珍しいパターンなんですけどすごいそうそうチャレンジャーやね、しかも人見知りのくせにっていう美容院とか嫌いなくせに安定を求めずランダムで行くっていう巡り合うかもしれないじゃん、神美容師に、あ、まあ私もそうやんな、コロコロ変える、変えてんだけど、そうだね、ちょっとあれや、ちょっと今回ミスったかもなって思ったんだけど、うん、でも帰ってきてみたら、うん、意外と帰ってみてワックスをねつけたら、うん、いい感じになったんですよね、うん、だからお、いいじゃんと思って、お、いいじゃん、なんかこうこういうくるくるのこうとか、あの80年代90年代のね、あの SF ストレンジャーシングスみたいな映画に出てくるよなって、男こういう子みたいな、そう、イケてないグループだよねイケてないグループのやつとか、こういう髪型のやついるよなって、イケてないって言ってるやん言っちゃってるやんか、いや、その、変換したのよ、星野源さんがこの髪型だったらなって、あ、そうそう、源さんもだってパーマ今当ててて、うん、ちょっと似てるよね、そうそうそう、で、源さんはこう、ここをね、こう前髪をこう、こっちかな、うん、こっちがこう、こうやって分けてるんですよ、うん、こんな感じ、こんな感じ、そう、だからちょっと厳味もありつつ、厳味、厳味があって、ちゃうね、ちゃう、だから私もゲンさんの顔をさ当てはめたら、ああおしゃれかもってなってやんか、でもリアー君はなんか変やなと思ったから、顔が変やないや、ひげって一番の人間に対しての悪口の最上級だぞ、顔が変は本当にダメだよ、言っちゃう、なん、なに、顔が変、変な顔されてるやんかいやいやいや、全然包めてないからオブラートに変な顔されてる、まあ、いやいや、変なお顔をお持ちでいらっしゃるやん、いやいや、大失礼、大失礼、いや、だからやなと思って、だからやなと思ってじゃねえよその髪型はかなり冒険で、やっぱりショートってあの女性もそうですけど、やっぱり、ね、整ってないと似合わないっていうか、いや、もうそんなこと言ったらもうロングも髪整ってないと似合わないって言われるし、じゃロングは隠せるのよ輪郭を、なんかね、あのゲンさんはその髪の毛にね顔が収まってんの、コンパクトだからシュンって、あなたはこの髪の毛からパンパンに飛び出てるねパン、あ、ここの、そうそうそう、そう、比率がな、やっぱり上6、下4じゃないとあかんねん、髪6、顔4、はい、うん、4、6やから6、4じゃなかった、そう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 、4、6の、あ、このどんぐりちょっとでかいなみたいなだいぶ下がぽちゃっとしてるなみたいなはみ出ちゃってるからさ、そうか、なんか痩せたら、顔が変とかじゃ、痩せたらか、そうやね、うん、痩せたらじゃない、うん、だけどちょっと顔、こっちのだからこっちが6だから芸人っぽいんじゃない、あ、それは芸人の人もだから4、6の人が多いんじゃない、うん、多い、うん、そうじゃない、うん、だから、うん、そうやな、いやいや、でもそうか、そんなにどうですか皆さん、あのちょっと視聴者の皆さんにちょっとコメント書いていただきたいですね、これはありかなしか、ちょっと率直な意見を書いてください、はい、あの僕が傷つかない程度でお願いしますそこね、ちゃんとあの道徳を皆さんあの小学校で勉強してると思うんで、道徳を持ったコメントをよろしくお願いしますいや、でもお顔が変でらっしゃるからいやいやいや、それは道徳を学んでないやつあの一元の授業をサボってたやつ、ね、土曜日の一元道徳ありましたからいやね、爽やか3区見せられるの私嫌やろ、ね、でもこれで、まあ愛嬌は
あるかな。あ、そう。うん、なんかその髪型でなんとか持ってこようとしてる駆け出し YouTuber 感ある。めちゃくちゃ悪口だから。こう見た目はコミカルに。いやいや、髪型で持ってくだったらもっと派手なやつするだろう。いやほら、髪目つき悪いからさ、だって眼鏡かけるとかあれやんか。 あ、 ありますね、うん、あの部類やね。パーマかけるとあの顔が柔らかく見えるっていうから、うん、お前ずっと柔らかい。なんか垂れ目の人はパーマが合うって聞いたことがあるんですよ。うん、垂れ目だからパーマどうかなって思ったんですけどね。まあいいんちゃう、素敵。素敵やわ。もうよい。よかったな。え、よかったな。よかった。うん、いやでもまあさ、すごいさっぱりして、うん、あの横もほら2ブロックで、うん、めっちゃさっぱりした。さっぱりよね。軽い。いやまあ昨日帰ってきた時はさ、もうあのうわーって思ったけど、うん、うん、今日もうわって思った。もう坊主にしてくれ。もう明日の動画から坊主にするもん。ずっとうわって思ってるね。ごめんな。でも素敵やで。嘘つけ。何もこもってねえその素敵は。